88年 PL 学園からドラフト1位で入りました橋本投手です。昨年1軍で公式戦1試合だけあります。これは打ち上げてしまいました。上空は風がなくなってきました。セカンドが取っています。今日はフォアボールが2つです。レフトフライが1つ。4打席目そうです、一発狙うというよりも、マインエンドワンから3球目です。抜いた球ワンツーになります。過ぎちゃうんでしょうね。ああこれでも楽に140キロ超えてます。ワンスリーになりました。ああもうタイミング合いますね。なかなかタイミング合わないと言いましょうかね。王貞治さんもこれでは苦しみましたからね。今日ベンチで長嶋監督言ってます。これはバックネットを越えます。伸びがあります。ただベンチを預かる堀内ピチンコかぶって下がってしまうよりはいかんね。阪神タイガース亀谷これも高い外れています。ワンスリーそうそうな。ああこれもフォアボールですね。なんが投手力をフォローしてるカバーしてる。一方ジャイアンツの方は投手力が今打線を特にこの後ドラゴンズはすぐヤクルトの3連戦が待っておりまして1日それは言えますね。これは空振りです。2-1各源氏ってのは考えられますけどね、はい、もう一人が出てこないですね。そうですね。セカンドゴロになり